牧田持信元次元年7月21日は、江戸時代後期のクルメ水天宮士官、クルメ藩士、尊能上位派の活動家。父は牧先神、母は中村隆子。新官として、護五位下、泉守の官位を持ち、牧泉守もしくは牧泉、牧泉守保身として知られる。画号は紫名だ。造成四に、 筑後国久留米の水天宮の神職の家に生まれる。文政六年に神職を継ぎ、天保三年に泉守に任じられる。国学や和歌などを学ぶが、水戸学に傾倒し、高下元年、水戸藩へ赴き相沢聖司祭の門下となり、その影響を強く受け水戸学の継承者として位置づけられる。この関東遊歴により、水戸では、菓島神社の小川修理。 草壁伊草寺と国寺を論じ、江戸では、安井即剣、塩谷当院、立花の守る部といった名詞と交わった。紅下4年9月23日、野宮忠史将、佐大佐府氏により、公明天皇の即位の大礼を廃観したことで、尊王の志をさらに強くするに至った。天保学と呼ばれる学派を立てるだけでなく、嘉永5年2月、 同志とはからい反省改革の建白を、クルメ藩主であった、有馬義寄に登らせたが、帰って罪を得て、クルメより離れた下妻群水田村の大鳥居、おさむのもとに実教を命じられた。李兵衛は、牧の弟で、水田天間グへ、養子に出ていた。優秀生活は、文久2年2月までおよそ10年にわたったが、尊能の志は、より強くなった。 その著作、何、傷ろくには、以下の言葉があり、ニトベイ造は、武士道の中で引用した。死のおもんずることは、説義なり。説義は、たとえて言わば、人の体に骨あるごとし。骨なければ首も正しく、上にあること得ず。手も物を取ることを得ず。足も立つことを得ず。されば人は、才能ありても学もありても、説義なければ、世に立つことを得ず。 説議あれば、不骨不調法にてもしたるだけのことには、こと書か,かぬなり、その偶居、山、口なしかには、筑前福岡藩士、平野国読み、清川八郎などが訪ねてきている。大久保と道らと、薩摩藩の最高権力者である国府、島津久光を擁立しての上落を計画し、文久2年に、久光が上京する時計で活動する。 寺田屋騒動で遊兵され、その後は、長州藩に接近する。久留米水天宮にある、牧泉守の像長州藩主に、長州一藩の身が列強を相手に上位をしても、勝ち目はない。全国一丸となって、ことに当たる必要がある。そのためには、天皇が、上位申請を進められること以外には、道はない。という意見不信をし採用された。しかし、 この奥には、遺敵御神聖名目で新発はそばし、直ちに東大阪に移し、後世復古の大号令を天下に布告し、大官を作り、武備を整え、対外的武力の充実を図るという考えがあった。そしてこの考えのもとに御神聖促進運動を推し進めた偽直の乱発に対し、孔明天皇の怒りを買い、8月18日の政変が起きた。 文久三年八月十八日、藍津藩と薩摩が結託して、長州藩を追放した八月十八日の政変が、起こると、七郷と共に、長州へ逃れる。翌元氏元年七月十九日に、長州藩の福原元官、増田親瀬、国志親将、来島又兵衛、草加玄瑞ら同士と共に、金門の変に主戦派として参加し、敗れた後敗走するも、 天皇山に17名で立てこもり、藍津藩と新選組の追撃を受け爆し自害した。去年5二、墓所は、京都府お徳二郡大山崎町。17列子の墓が混流されている。また、久留米の水天区内に、牧神社が混流されて祀られている。作家、脚本家の光駅小栄紀子はその子孫の血統にあたる。 楠木正成の崇拝者として知られ、今、南高と呼ばれた。毎年、楠木正成の命日には、南高祭を行い、その思想と実践は、後の港川神社をはじめとする、人物検証神社の創建や、安国神社をはじめとする、召喚者の成立に、大きな影響を与えた。牧は、海面派の橋本さなや横井昌南。 近代国会の展望を持った、倒幕派の大久保利道、坂本龍馬などと比べ、西洋事情に対する洞察も知見も乏しかった。その思想は、関連的な上位論で、我が国は新州であり、たとえ国土、民族が滅亡することがあろうともあくまでも、上位を断行すべきであるという偏京な国粋主義に、止まった。 膨大な政治改革検索も、名文を正すための施策が大多数を占め、具体的内容に至っていなかった。牧の掲げた、倒幕、そして王政復古は、封建国家から近代国民国家を目指したものではなく、庶民から見れば支配者が、将軍から天皇に入れ替わるだけのことであったが、明治維新の大義名文として、大いに活用された。牧は、死後、 広告士官によって改めて評価された。久留米藩で牧の思想を引き継いだ上位派藩士は明治維新後の久留米藩難事件で薩長による新政府への反乱に加担して処刑、投獄されている。ありがとうございます。